岩倉市史跡公園は愛知県岩倉市にある公園。第一遺跡の遺構及び市内にあった江戸時代の古民家を保存するなどして岩倉市民の歴史学習及び遺いの場としての利用に供することを目的として設置された公園で1996年に開園した。園内には縦穴式住居が再建されているほか市内にあった鳥居県民屋が 一区保存されるなどしている。第一遺跡は岩倉市第一町や豪地内,内にあった遺跡で、1947年に畑から出土した弥生式壺形同期によって、その存在を知られることとなった。1951年には、名古屋大学考古学研究室の指導の下で、発掘調査が行われ、縦穴式住居跡や縄文時代後期から、 弥生時代後期にかけての各種土器類が出土している。1954年には遺跡が愛知県の文化財に指定されたほか、畑から出土した弥生敷壺形土器は1970年に県の史跡に指定されており、名古屋市博物館に収蔵されている。また、出土品の一部については岩倉市図書館の郷土資料室で展示されている。 鳥居県民や市内から移築された古民家で江戸時代に建てられたものだが、この地方に多く見られた鳥居建てと呼ばれる大黒柱を持たない構造で、室町時代の家屋の構造をそのまま残しているとされる。1955年の岩倉町市編産に伴う調査で確認され、1985年に岩倉市の有形文化財に指定された。 建て替えに伴い屋主から寄贈を受けて、岩倉市役所に隣接した場所に展示保存されていたが、本公園の開園に伴い再度移築された。建物と共に農具などの古民具が展示されている。ありがとうございます。